今日のテーマは豊臣秀吉です。1582年6月2日、本能寺の辺で織田信長が明智光秀に倒された時、橋場秀吉は中国方面軍を率いて毛利輝元と戦っていたで。本能寺の辺の知らせを聞いて、直ちに秀吉は毛利と講和を結んで、 で、近畿に引き返してきて、山崎の戦いで、明智光秀を倒した。で、6月27日、小田家の後継ぎを決めようということで、清洲城で会議が開かれる。その時、橋場秀吉の置は、小田家の中の重臣たちの一人であった。で、小田家の家督は、三法氏、えー、と、信長の嫡男が信忠で、信忠も本能寺で、の辺の時、京都で、 えー、亡くなってしまったので信長の孫三法氏が家督を継いだただ赤の子はすごくまだ小さいで,すでその後え織田家の中で主導権争いが始まってえ信孝勝家のグループとえ橋場秀吉が対立して1583年4月志津ヶ岳の戦いが行われて柴田勝家が負けて滅亡した。 その後、え神戸信孝、大田信孝も自害して、で、秀吉は大阪城を築き始めた。ただし、まだ、あの、秀吉がトップに立ったわけではない。というのは、小田信勝とか、徳川家康とか、えっと、主従関係で言えばえ、秀吉は依然として小田家の家臣であって、そのトップは小田信勝なんだから、主従関係で言えば信勝の方が上。 それから、えっと、織田家の、徳川家は、一応同盟関係。まあ、徳川家は織田家に従属していたんですけど、まあ、それでもですね、一応自立していた大名であった徳川家康を、えー、秀吉がですね、心中させたわけでもないと。ということで、織田信勝、徳川家康をどのようにして、えー、橋村秀吉の下に置くかと。 ということが橋場秀吉の大きなテーマになった。で1584年信雄家康同盟軍と橋場秀吉の間で戦いが始まった。この戦い小牧・長久手の戦いと言われてますけどあの愛知県のあたりで小さな戦争が行われていたわけではなくて全国規模で戦われてるんですね。橋場秀吉側についたのが 池田純夫滝川勝政、毛利輝元など、こういうメンバーですえ。緑のところですね。この辺りを抑えています。で、大田信勝、徳川家康側についたのが、北条とか、四国の長祖壁とか、紀州の根頃とか、そういう勢力がついている。で、この戦いは、いい勝負でなったんですけど、えー、秀吉と信雄が断交してしまったので、 戦いは、あの、尻切れとンぼのような形で終わってしまった。だけど、大きかったのは、橋場秀吉が徳川家康を武力で抑えつけることはできなかった。これが大きい。小牧・長久手の戦いが引き分けのように終わってしまったので、えー、橋場秀吉は武力で、えー、織田信勝徳川家康の 上に立つことができなかったさてそれでどうしようということなんですけどまずですね橋場秀吉としては織田家の中の一家臣であるというこの地位をひっくり返さないといけないですそこで秀吉が考えたのは国政これは律令国家の体制ですで天皇トップにおいて摂政関白がいてね1位2位3位 という。あの制度を使おうということで、織、えー、田信勝よりも上に行けばいいんだということで、信勝って小三位大納言だったんですけど、秀吉はこれより上へ上がっていきます。十三位大納言。この時平らでした。その後、小二位内位陳。で、ここで信勝を抜きましたから、 織田家の中では主人は織田信勝の方なんですけど、主家は。だけど、律令国政の中では、羽柴の方が織田よりも上に行ったわけだから。したがって、もう天皇をトップにした、まあ、これね、どれだけ実態だったかわからないんですけど、天皇をトップにした律令国政という点で言えば、 橋しの方がお出入り上に行ったということになります。で、その後、えではこの、立令国政のトップに立ちましょうということで、関白を目指すんです。ただ、関白はですね、五設家に限られているので、従って、関白になろうと思うと、五設家の中の一つにならないといけない。で、こういう時ね、日本には便利な制度があって、有志という制度があるんです。でこれ、有志になって、 ですね、で藤原姓になってえ関白につきますでその後あの天皇から豊臣という姓をもらってえ豊臣の阿蘇橋場秀吉と名乗るんですちなみに豊臣ってあの豊臣秀吉の系統だけではなくていろんな使徒に秀吉は豊臣の姓を与えてるんだよね例えば井伊直政とか榊原康政とかこんな徳川家康のいけないですけどねこういうのも 豊臣になってるんです。あと、毛利輝元とか、島津義弘とか、みんな一時的に豊臣になっていますで。ところで、橋場秀吉、豊臣秀吉、なんで将軍になれなかったのかと、あら、ならなかったのかというと、将軍というのは、あの、現地でも、平氏でも、振り回しでも、何でもいいんですけど、ただ、東国を支配しないとダメだということだったみたいで、従って、 橋場秀吉は小牧なくての戦いで、徳川家康を武力で抑え込むことができなかったので、東国を支配できなかった。武力的にはね。したがってそれは将軍ではないと。鎌倉を抑えないとダメなのかな足利も源も、後の徳川も関東、鎌倉を抑えてますからね。それ抑えられなかったので、秀吉は将軍になることはできなかった。 で、ここで、えー、関白という天皇の、えー、ナンバーワンの部下という位置を利用することにした。といってもね、これ実態は秀吉がすべてを茂っているわけで、関、え、院、ー、というのはですね、えー、秀吉が決めて朝廷に文書を発行させるという形であの運営しています。で、この頃ね、戦国時代、 でね、いろんな武家が成り上がってきてるでしょう。だからね、武家たちもね、民間、官位とかね、あるいは、あのお身分とかね、形跡をね、求めていたので、えー、いろんな人たちがこの頃、あの自分にも、なんていうかなあ、そういうあの優秀正しいえ家柄のようなものが欲しいということで、その秀吉がですね、どんどん与えていくということで、秀吉は日本中の むしろトッただ、豊臣秀吉のこれ家系図なんですけど豊臣秀吉の、ね、家系図は、ね、日本で、ね、トップに立った人の、ね、家系図としては、ね、非常に変わっているいやちょっときつい言葉ば、ね、非常にこう家系的には人材的に恵まれていない家系です。 まずこの、は場と言えば、もともと何だったのかというと、だと、というですね、この、姓ですか時代がですね、これ、庭と柴田のくっつけなんで、その前、木下、道木広って名乗ってましたよね。じゃあ、その、木の下家って何なんいや、そもそも木の下家ってあったんかということも問題なんですが、まあ、あったとして、どんな家なんと言われると、不明としか言いようがない。 諸説、ふんふん、足軽だという説。いや、芸能人やったという説。いや何だろう、単なる、飲みやったんやという説。いや、わかりません。このあたりね、あの、織田とかね、あの、徳川が、なんだかんだ言ってもですね、数代上まで遡れるのとはね、えらい違いです。それからね、あの、この橋場家というのは、秀吉が一代で作ったので、ということは、 足場秀吉が受け継いだ家代々の家臣というのがいないんです。これ家に付けないと言いますけどね。例えば徳川家康なんか大久保とか今田とかがいいとか坂吉原とかまあ、いつしたかったかは別にして少なくともね徳川家に代々付けしがってきたような。 少なくとも徳川家の家臣っていうのがいるんですけど、秀吉の場合は全くいないです、ね。だからね、秀吉とね、家康とね、信長と比べたときね、誰が一番偉いかと言われるとね、それはね、出発点がね、ほぼゼロからスタートしたという点ではね、橋場秀吉がね、一番ね、偉いかもしれないな。 で、秀吉、つくづくね、言いやすいなお前ええなあ、お前は徳川のために命をかけてくれるな。本田とか大久保とかな、そういう家来おるしな、うちなんかおらんでと、と。だからね、この豊臣政権というのはね、常に大きくなっていかないといけないんです。大きくなって恩賞を与えていかないとついてこない家臣たちが。だから、後に朝鮮へ、あるいは中国へ攻め込もうとしたという、そういう まあ、見方もある。でね、次この橋分けなんですけどね。これがまたね、人材がいないんですよね。まず、秀吉の兄弟というのが、お姉さんが一人と弟が一人います。あと妹が一人かな。で、この中で、と、能力の高いのは、この橋場秀長。この人は大変能力が高いです。で、あとはね、 お姉さんの旦那ですね、安家さん。この人、よくわかりません。次に、えっ、ー、と、秀吉の奥さんの実家の杉原家定ですね、お兄さんですけど。まあ、上代ぐらいできるのかなあ、というふうに、この、秀吉の 同世代においては、もう使える人材は、秀長が一人です。とっても優秀なんですけど、一人しかいないです。次に、えっと、子供の代に行きます。え、秀吉の、えっと、実の子供は、1585年、関白に就任した前後では、一人だけ生まれていますが、これ長浜時代に生まれたんですけど、お次秀勝と言われてますが、 あの4歳で亡くなっていますそれから羽柴、えっと、秀長の長男も小さい時に亡くなっているんですそこであの織田信長の四男の秀勝というのを養子に迎えていました次に秀吉の兄弟の子供を見ていくとお姉さんの智子て呼ぶのかな この人に子供がたくさんいます。秀次、秀勝、秀康です。でも、1585年段階では、年齢的にね、まだ18、17ぐらいですからね。うん、でこの三好、秀次があの三好家に養子に行って、この人は三好家を継承しました。あとね、秀吉と、 北の真んところが、可愛がって育てた女の子が一人いるんです。これ郷姫という。この人、前田利家と松かなの間に生まれた四女で、この人は、この郷姫さんは、ねねさんと秀吉が、非常に、あの、慈しんで育てたそうです。そこで、この郷姫の婿が浮田秀家なんです。で、浮田秀家はね、一応浮田直家という、 戦国大名の子供で、岡山城主で、で、郷姫と結婚して、あの、羽柴の勇士になっています。で、この人は浮田家臣団を持っています。そうすると、この羽柴家の中で、秀吉を除くと、使える人材は、秀長と、この秀家、二人、あと、 この秀嗣、この人の評価が分かれるんですが、この人が使えるとして3人ということになります。で、家臣団を持っているのは、三好秀嗣が三好家家臣団を継承して、浮田秀家が浮田家家臣団を継承しているんですけど、まあ、このあたりね、どこまでね、秀嗣が三好家家臣団、秀家が浮田家家臣団を、あの、完全に掌握していたか、 とというところもよくわかりませんあとですね、秀吉がスカウトして育てたあの家臣たちがいます。まあ、蜂塚これコロフ、これはノブシだったと言われている。いや分かりませんけどね。まあ、この人は、あの秀吉よりも年上で。あとね、えっと、浅野長政、この人は北のころが、えっと、杉原から浅野に嫁、え養生に行って、 秀吉と結婚するんですけど、北の真んところから養生に行った浅野家の婿養子が浅野長政です。それから、秀吉が、えっ、ー、と、ぼちぼちですね、侍大将からですね、えっ、ー、と、国持大名、城持大名かな、に出世していくときに家臣団を編成するんですけど、その時の最初の家臣がこの戦国秀久です。それから、長浜城主になった頃に、えー、ねねさんと二人で、 いろいろ家臣団を編成してるんですけど、まあ、親戚とかねその辺りが連れてきてるんですけどこれが加藤清正福島正則石田三成です。で1592年朝鮮出兵やってで93年秀頼が生まれます。でこのあとなんですけどあの豊臣家はですねあの人がどんどん亡くなって 行きます。例えば、秀長が1591年に亡くなった。それから、秀勝が朝鮮で病死。このえっと、秀次は、これは秀吉と対立して、関白だったんですけど、切腹させられています。か秀吉、秀安かなこれが急死しています。だから、あの、信長から養子に戻った秀勝も亡くなっています。 で、えー、っと、よ淀ど,ど,どのとの間に生まれた、鶴松はすぐ亡くなったんですけど、秀頼が生まれました。で、秀頼が生まれたので、まあ、秀頼が渇いていくと,いとでこう、秀次をですね、切ったという話もあるし、そこはこの、橋し秀俊、この人もですね、後継者、あ豊臣家後継者と目指されたこともあるんですけど、まあ、秀頼が生まれたので、えー、っと養子に出すということで、 小早川家に養子に行ってこの人が小早川秀明になります。でこの経図の中で特徴的なのはこの秀勝と栄王の間に生まれたこの貞子、手臣の貞子さんなんですけど、この人、あのお母さんが秀忠と再婚した時に淀殿が引き取って育てて、その後、えっと、1608年、九条家に嫁いで、 でその後大阪夏の陣で豊臣家が滅びた後こ徳川秀忠栄夫妻の養女になってでこの旦那の九条幸家この人は関白になってでこ徳川家と朝廷をつなぐ役割をするんです1598年秀吉が亡くなりましたでこの時点で豊臣家のメンバーを見ていると この秀吉の世代って、木下康介とか、木下家貞とか、生きてるんですけど、能力的に頼りない。で、一番頼りになった秀長は亡くなっているんです。で、次に子供の世代ですけど、え、秀次、秀勝、秀康という、このお姉さんの子供たちはもう亡くなっています。それから、 秀頼はまた6歳ですね。で小早川秀明は養子に出してしまいました。この木下勝俊という人がいるんですが、この人30歳ですけど、八万石の小さな大名です。で、そうすると、繰り返しになりますか。豊臣家にとって最も頼りになるのは、このネネさんと秀吉が大切に育てた郷姫と結婚して、 豊よっての勇士になってる浮田秀家になるのかなだからハラの戦いの時ね、浮田秀家と石田三成。この二人が中心で、浮田秀家、セキュラハラの戦いでめちゃめちゃ頑張りますが。まあこれはそういう人間関係の中に入っているからかな。で、次に、この家臣団なんですが、これがね、まだね、一枚岩になってないんですね。で、 あのまず子さんの浅野長政ですけどこの人はあの徳川の方に接近してました戦国秘伝したね。九州征伐で一回失敗してねで秀吉に領土取,取り上げられてその後徳川家康の助力で復活するんでこの人徳川寄りになっています次に黒田寛兵衛義隆この人ね三成とねあんまり仲良くなかったらしいですあと長浜城主だった頃に あの秀吉とネネさんが育て上げた、本当の子外の家臣団がいるんですけど、この子外の家臣団が、まあ、いわゆるこう武断派というか、えー、加藤清正、福島正則という、この武断派の二人と、それから文知派というのかな石田三成、小西幸永という五奉行の中に入った二人の間にこう対立があって、という形で、こう豊臣家というのは、本当に人材が、 少ない家で,でしかも家臣団もバラバラで,でこの状態で世界の戦いから大阪の陣に突っ込んでいって滅亡してしまいます。